昨日めっちゃ寒かった。良き目覚めでございます。なんかね、昨日はね、なんかいい質の睡眠って感じの睡眠をした。分からんけど、全然分からんけど、なんかそういうのってありますよね。目が開いた、すっきりするみたいな。昨日はマジでなんか朝が来てとか普通言わんけど、朝が来て、あのなんかでも朝でないみたいな、なんか朝が来たけど、全然寝た気になってないみたいな。ね、髪切ったように見えるね。睡眠時間少なかったかな。いや、昨日髪切ったみたいに見えた。確かに。なぜだ。カップ観戦してきました。昨日試合、ラストの試合だったんです。選手が最終戦に来ました。最後の最後までカップ。他は焼きそば食べなかった。食べたよ、2本ぐらい。で、夜だと思って持って帰ろうって思って、これ以上ほっぺにお肉がついたらね。違う、なんかね、なんかわしほっぺのお肉が多い。痩せてる？優しい。取れる見込みない。私丸くない？このね、いくら足とか腕とか痩せても、このお肉ね、なくならない。小太りじいさん。再販ちょっとだけ追加したと、ありがとうございます。嬉しい。
なんか昨日は寒くて、なんか寒すぎて、あのなんかほんまになんか凍えた。あの薄着してってのもちょっとだけかしれんけど、なんか話そうって思ってたことってきて忘れた。誕生日の日にお話し会がある。うん、嬉しい。だって誕生日の日にお話しできる。お亡くなる。お迎えは26日。その週ほぼ毎日お話し会？なんか11月28日に誕生日やし、なんかしたいと思って、17歳だからツイッター17投稿、1日でそう、少ない。結構現実的だと思うんだけど、モバメ170つ、うん、メール17つ、170通はやばい。え、もうマジでやばいね。170通メールはね、なんかもう、通知乗りっぱなしだよマジで。通知めっちゃ来るね。17つ、分からん。
コアと。当日お話し会があるから、メール100通、ツイッター70件、分けた分けた。誕生日に配信したいな。帰ってこれるかな。うるるん、こういう絵文字ありません？こういう、なんかちょっとこっち見てる。ね、あるよね。あ、よく使う？涙が凍れそうで凍れん。あ、ピエン、ピエン、ピエンっていう名前なの。あ、ピエン、ピエン。あ、いや、泣いてないですよ、大丈夫ですよ。お騒がせしました。泣いてる。あ、183日。早いな。
ほぼ半年、確か。チューインテールして、なんか私が好きな女性の仕草はこうやって、こうやって髪をこう結び始めるところ、グッときますね。わかりみが深いっすか？おはようございます。ヒロシは何パンで食い競争するの？あ、なんか広島しかないんかな、分からんけど、なんか広島の人は分かるんかな、なんか7パンっていう、7パンだったっけ、7パンみたいな、なんか昔よく昔食べてたみたいな、なんかチョコが入ってコッペパンみたいな、7パンなーちゃんじゃなくてパンです、パン。広島限定なんかな、私の地元限定なんかな、しかも七パンみたいな、あ、クレ限定か、そう、めっちゃちっちゃい頃に、私チョコ好きだったんですけど、クレに、そうそうそう出たのか、七パンで、なんかめっちゃ、あ、小さい頃バスケしてて、
その時に奈々ちゃんに7番 ああ、バスケしてて、そのバスケの休憩時間とかに7番がなんか来るんですけど、チョコめっちゃ好きだったんですよ。でチョコが挟まってて、もうそれが本当においしくて、久しぶりに夢タウンとか、夢タウンって言ったけど 夢タウンとか通じるんかな、夢タウンとかスーパーで、普段行かないスーパーで見かけたんですけど、結構前にね。見つけたんですけど、エース、な、夢タウンだったかな、イオンだったかな、見つけたんですけど、買わんかった、取ると思って買わなかった。7番調べたら独特な形な だった。大きい。なんか小学校の頃ってなんか給食室みたいなのがあって、給食当番とかあって、牛乳係やってみたかったな、一回ぐらい。牛乳。あ、そうそう、アンバランスな給食と、牛乳係分からん？いや、そう、順番で回ってくるはずなんよ。で、私順番で回っ、あの、そう、そういうのって係ってマジ順番で回ってくるはずなんだけど、いや、私大体なんか、なんだっけ、継ぐ係なんですよね、私。あ、牛乳重いんか。確かに。牛乳係の仕事めっちゃ楽そうとか思ってたけど。確かに、重たさがね、あるの牛乳だった。すっごい勢いでぶち切ってしまった。瓶なんですか？
いや、ほんまに地域によるんじゃろうね。解雇かし。驚きが隠せぬ。なんかショールーム配信マジ楽しいな。楽しい。なんか私って楽しそう、見てて。なんかなんか何でも楽しむことができるのかな。できたい、そんな特技が欲しいと思ってるけど。いや嬉しい。なんかセプトさんと稽古してる時とか、セプトさんがなんか「かいちゃん楽しそうだね」ってそう言ってくれて、そう本当に楽しいし、なんかそうやって見てもらえるっていうか、なんかのもなんかいいなって思って。やった。あ、もう34分、早い。ではランキングを読みたいと思います。13位あゆさん、12位クルトさん、11位はやてさん、10位むらさん、9位あきさとさん、8位ひささん、7位こげぱんさん、6位こもめまきさん、5位ナッシーさん、4位たくずさん、3位いやしけいさん、2位すえんさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございます。今日も一日頑張りましょう、楽しみましょう。それでは放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ。ありがとうございました。